怖ってなるやん、うん、なって、もっと怖かったんが、うん、バーって来て、うん、まあ僕は最後に来たね、宇野さんも、はい、ポンもスタッフの皆さんもまあおったわ、先にいましたね、はい、ほんでバーって入ってきて、はい、あ、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いします、うん、って挨拶して、はい、でポンが、はい、明けましておめでとうございます、本年もよろしくお願いしますって俺に挨拶来たんですよ、はい、4日の日に会うてるんですよ言うた後にあーってなりました言うた後にあーやあらへんが、4日に、あってた吉本のゲーム配信のね、はい、お仕事があったんですよ。はい、それもね、4日にね、俺、マンゼの生放送に出んねん。はい、な、はい、それが、多分出番がね、16時10分やったと思う。うん、ね、うん。ほんで、何番だ、配信、ゲーム配信ね、うん、15時半までスケジュール切られてたんですよ。うんうん、どんなに緊張感ない、すごいな、焦るがな、言うて。ね。で、そのゲーム配信が、桃鉄言ってね、うん、今、むちゃくちゃ人気あるんですよ。キングボンビーとか出てくるやつ、キングボンビー。ボンビーとかね。そうそうそう。うんうん、あの桃鉄を4人でやるって、うん。ソーシャルディスタンス。面白そう、面白そう。ね、別部屋にヘッドライト。ね、この前優勝した。ああ、はいはいはい。和田さんとか。うん、ヘッドライト、はいはい。で、こっちの部屋はソーシャルディスタンスと、その、アクリル入れて、うん、僕と横にポンやった。うん、はい。まあ、それやってたやん。うん、1時間半ぐらい。換気してな、うん。やってたやん。やってたやんで。はい。いや、会うてんねんだいぶ長いことやってますね。ボン、なんとかなって突っ込んでるんですよ。うん、あと、ミニボンビーが、はい、お小遣い欲しいでっちゅうって、出るぞ、ゲームで。はい、お前、よう知らんおっさんにこんなん言うてんねやろ、みたいな。突っ込み、ケツ兄さんが触らして、欲しいでっちゅう言うてんねやろ、みたいな突っ込み入れてるんですよ。はい、ね、はい、1時間半、濃密な時間をね、まあまあ過ごしたんですよ。はい、ね、で、今日会った瞬間、明けましておめでとうございます。これはね、もう常軌を逸してるというか、こいつ俺のこと何とも思とれへんなと。なあ、思ってんねんね。覚えてないんですね、きっと。覚えてないね。怖い。怖い。俺が言いたいわ、お前。俺が怖いわ。怖いわ、ほんまに。それが勢いに乗せられて言ったかですね。いや、一番初めに俺の顔見た瞬間、うん、明けましておめでとうございます。そうか、そうか、それはおかしいな。勢いに乗せられるよ。他の人が明けましておめでとうございます。そうそう、勢いでね。うん、あるやん。あるある。で、そこで、あ、おめでとうございます。やったらわかる、うん。もう顔見た瞬間、もう一番に踊り出て、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。もうちょっとね、やっぱりね、ファニーの世界わからん、俺は。今年もやってくれそうですね。ね。うん、でもね、もうほんま俺の周りはファニーな人が多いな、もう、うんうん。今日でもね、宇野さんのマネージャーの岡さんとかね、うん、もうスタジオにバーっていきなりもうね、入ってきて、おね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 ちゃんと開けましておめでとうございます言うてたやろ声がハスキーすぎて。私しか分からんからな、これ。もう長い付き合いしか。長い付き合いしか分からないです。言うてたよ、開けましょう。本当によろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく、よろしくお願いします。多分開けましておめでとうございます言うてはんやろな、思って、開けましておめでとうございますとは言うたけど。言ってないと思うよ。そうやね、うん。昨日あれ見ましたかとか言わへんわね。出て入ってきて瞬間な、今年一発目に会うてんねんから。で、なってるやんか、はい。やっぱ岡さんしっかりしてはんなと。やっぱ MC 企画の番頭さんやなと。うんうん、な、やっぱこれはすごい。新年ね、一回目ですから、やっぱりね、挨拶にね。ほんで俺ちょっと立って、はい。二千冊の、言ったら、二千冊に映ってるね、世界遺産。はいはいはい。首里城やって答えがね、いただいたのは。はい、うんうん、で、これ首里城で、ポンも首里城って答えて、正解って言ったんですけど、はい、後でコメントでご指摘いただいて。何ですか？首里城ではないんですよね。シュレーモンが正解なんですね。モ、う、ン、ん、があれだったってこと、うん、そう、その奥に首里城があるわけですよ。そこ入ってって奥の方行くと首里城がドーンと構えてるという感じだね。はい、うん。なので、これはちょっと、正解はなしということで。はい。なんかだって先月っていうか前のね、去年の最後の時、兵藤さん、紙に書いてる答えが正解や言うてましたよ。いくら間違っても。覚えてません？聞き直してください。反撃に出てます反撃に出てます言ってましたね。言ってました。そうやね。例えば、そうなったとしても、紙に書いてるのが答えだって。うん、そやけど、訂正していい？ダメー。ちょっとね、こっちもね、これから問題出すんで、皆様いただいて、はい、皆さんの中の答えは、間違いなくちゃんと書いてくれたと思うんですけど、100%、確認ね。確認はちょっとしていきます。そうですね、確認してからの方が確実にね、気持ちよくいけるもんね。ね、うん、首里城っていうことは、ニュアンスでは追ってるんです2000冊の首里城の門やから、はい。そうそうそう。場所的には間違ってはいないんですけど。2000冊に載ってるのは、首里門。首里門なんですよね。だから。はい、ちょっと確認しながら、これからやっていきましょう。まあですね、うん。じゃあ全員分かってなかったってことですよね、その問題の答え。全然分からへん。全然分からんと、はい、分かったかのように喋りまくってるから。
ね。ですから、今回は2の、2問目から。はい。ね。はい、お願いいたします。チャレンジ2問目。1問アドバンテージがね、あって、2問目からやから。さあ、それではいっちゃいますか。今日も準備はよろしいですか。はい、よろしいです。じゃあ、決めとこか、ほんまに。はい。確認はいる。確認はする。はい。ね。で、物言い。物言いの、調べる時間をね、はい、ちょっといろいろ考えましょう。はい。ね、はい、じゃあ行きますか。はい。それでは、ファーストチャレンジになるのかな、今日が。ね。ファーストチャレンジの2問目から。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 はい、行きますよ。はい、こちらでございます。はい、さあ、こっち行こうか。行きましょう。こちら。琵琶湖の歯抜けからいただきました。大津市の2問目でございます。うん、最新のスマホは 4G から 5G へ変わってきていますが、うん、5G ね。そうですね、はい、この G の意味は何ですか。最後意味、はい、4G から 5G へって、もう今 5G と、ね、今なってますけど、じゃあこの G って何の意味でしょう。4の G のも一緒の意味やもんな。そうですね、はい、G から始まるものですかね、はい、何の略かですよ。言うたらその略されて G になってるから、うん、頭は G なんです。 G ヒントです、はい、字っていう言葉ですよね。 ギ じゃなくて G ですよね。そこだけ言っとく、はい、そこだけ言っときましょう。宇野、はい、さん、言ってください。字です。字から始まる。はい。字から始まる言葉でございます。はい。今浮かんでる？いや、全くです。全くです。全く。はい。でも答えないと進まない。そうですよ。使ったらもったいない。上野ソノンは隠れてる？上野ソノンは隠れた。いや、上野ソノン使えるの？これは上野ソノン使えるんですね。使えます。使えます。オッケー。逃げた。そうかな。知らん顔して。なんかいらん手口覚えたな。やばい時、そらとくらますいう。じゃいないからちょっと無理やなっていうね。さあ、でも G でございます。G からつく言葉ですね。うん、じゃあ、それでは答え、どうぞ !4Jet。5Jet。残念。別に4とか5はつけんでもよかったやろな。俺も知らんかったな。ジェネレーションやって。世代を表す。あ、そうか。どんどん新しくなって。5世代。4G。かぁ。わぁ。ちょっと難しかったな。これ難しかったね。言われてみたらなるほどなと、うん、確かに思いますけど、出てこない。今帰ってきた。成功成功プロデューサー。今間違えた瞬間に、うなずきながら入ってきたで、おい。せやせや、ジェネレーションやぁ。これはおもろい展開になってきた。すごいな。姿くらましたら、わからへんってことやね。さあ、行きましょうか。1問目から。まあまあ、セカンドチャレンジなんのかな。これもややこしいことやねんけどね。こう持ち越しがファーストチャレンジになんのかどうかいうのもなかなか難しいんですけど。次はじゃあ2回目。2回目です、ね。2回目で。はい。じゃあ行きましょうか。はい。さあ、それではセカンドチャレンジの1問目。こちらですね。お名前なんてなってますか。はい。はい、こちら。藤娘さんからいただいた東大阪。ありがとうございます。第1問。市場は英語でマーケット。ああ。では、フランス語では何と言うでしょうか。もうね、市場にお買い物に行ったりとかいうときは英語ではマーケット。よくある言葉、よく使います。CM とかで、あの商品の名前でなんか あったりしますね。フランス語でお願いします。ヒントはマーから始まります。マーケットじゃないです。なんかマヒント出しづらいね。マ商品、商品名、1問目やからね、うん、商品名でもあるやつ。商品名でもあったんちゃうかな。 あったね。あ、何の商品ですか。レトルトカレーの名前にも使われてる。ああ、ま、いいヒント。もう言うてもってるやん、ほとんど。マウマウマウ、うわぁ、もう嫌や。使う、消えてる、まだ消えてる。まだこの分散消えとる。まさかの使います。使う、はい、上野さんも使う。1問目から、はい、今年難しい。でもこれは行くやろ。用事でちょっと姿くらましるだけで。あれやった、来はった。足取り重いでおい。さあ、それでは上野さん、もう一度問題をお願いいたします。はい、市場は英語でマーケット。マーケット。ではフランス語では何と言うでしょうか。お答えください。はい、マルシェ。正解。わー、
ありがとうございます。あんな緊張感のしてる顔プロデューサーのそこに森川みどりさん立ってはるから聞いたんちゃうの。マルシェ言うてました、ね、マルシェ、はい、よかった、よかった、分からんかった絶対。でもこの1問目ね、セカンドチャレンジの1問目で使ってしまったっていうのがなかなかね。ということはあとは全部答えなあかんのか。そうか、でもまあね、ちょっと勢いに乗っていきましょう、はい、まあまあちょっとルールも順を追って見ていってもいいしね、うん、さあそれではセカンドチャレンジの第2問、生え際の魔術師さんからいただいた第2問。今では全く見なくなった文章を制作印刷するだけの機械であるワープロというものがありました。さてこのワープロとは略称ですが、正式名称は何でしょう。難しいな、略称の正式名称、ね、今日なんか略称続いておりますね。うわー、ワープロよく使いますよね、はい、略称なんです。さあ正式名称は何でしょうか。ちょっと今頭の中で何か浮かんでる。はい、どんな感じ。あ、分かったかな。おお、え、最近の言葉も入ってます。最近の言葉、なんかな、最近の言葉、頭3文字なに、今思い浮かんで。頭3文字はもうワードでしょ。おお、お、そこまで合うてる。あとプロ、ワープロだもんね、うん、ワードプロ、はい、ですよ。はい、分かりました。分かりました。お、すごい。じゃあ行きましょう、第2問答えどうぞ。ワードプログラミング。残念でした。ここまで追ってたんや。ワードプロ。ワードプロ。セッサーやって。セッサー。プロセッサー。プロセッサーとは。ワードプロセッサー。どういう意味ですか、プロセッサーとは。プロセッサーとはどういう意味だろうな。そこまで俺らも知らんけど。ワードプログラミングやったら、勝手にワード打ったらプログラミングで勝手にやってくれるみたいなことじゃなかったですか。今調べておりますよ。いや、賢いこと言うてくれやんけど。最近ちょっと追求が始まってますね。ワードプロ。今イラミンが調べた、ワードプロセッサー、プロセッサーだな、ワードプロセッサ ー、 あー、何、結局機械が弱い人の集合体ですからね、ここね。全員弱い、ね、が一番強いのに、ほんまはね、うんうんうん、だから何がエグいか言ったらね、はい、ワードプロまで追ってんねん、うん、な、うん、ほんでそっからセッサーか何やった、プログラミングの違いで間違えんねん。これが頭からさ、うん、ワードじゃなくてさ、うん、あの、ワイルドって言ったら、いや、あの、って言って、もうちょっと答えのヒントも出し方もあるやんか。うん、ワードプロまで追ってるから、もういけるやろって踏んでまうっていうところがね。私もいけるやろ思いました。思ったな、確かにな。はい、何やったの、結局。まあちょっと犬見せておいてもらいましょう。はい、じゃあ、セカンドチャレンジも失敗でございます。あー、ラストですね。ラスト？ラスト。もうなんかちょっと、今回難しいから、あと1問、あと1回だけ、多めに見ます。お、新年一発目、プロデューサーの、はい、上野園使ってもいいことにしましょうか。おっしゃー、せっかくですからね。え、上野園もう一回使ってもいいこと、もう一回使ってもいいことにしましょう。オッケー、はい、じゃあそれでは行きましょう、はい、サードチャレンジ第1問はアルゴンスさんからの第1問。日本の県で一番小さな県は香川県ですが、一番大きな県はどこでしょうか。はい、わかりました。ちょっと待って、怪しい、ね、お前のその速さは怪しい。なんでですか。うん、わかるわかる。大きな剣でしょ。うん、はい、騙し問題ですか。おお、そこちょっと気をつけた方がいいです。今だいたい何や思ってる。北海道やけど、うん、でも違うってことですよね。北海道は道やからね。どうなんです、剣じゃない。大きな剣はどこでしょう。上から行ってみ。北海道の下はどこ。青森、秋田、岩手。ほんで山形、うん、新潟。お前めっちゃ、新潟、覚えてる。あ、新潟左やけど。でも、でも、え、え、お前すごいやん。当たり前でしょ。え、あのパズルで勉強した。あの、いただいたやつで勉強したん。、はい、はい、その辺までは、はい。すごい。いや、こんなにスラスラと東北が出てくる。その中に入ってます。げー、大きいとこ。北海道じゃなく。大きいとこ。今言った中でね。ほんなら、上からもう一回。北海道なく、うん、青森、秋田、岩手。はい、ストップ。その3つの中に入ってます。その3つの中に入ってます。まず一番どれを、あの、外しますか。秋田県。秋田外した。はい、その2つの中に入ってます。さあ、それは勘で選ぶのか、上野園を使うのか。さあ、そちらどうしましょう。使います。はい、上野園。
あれほら。さあ、ここで使った。答えれそうやけど怖いんで使います。2分の1。2分の1。これはもう自信満々や。だいぶ絞ってからの上の層やもん、はい。そうですね。さあ、それでは答え行きましょうか。はい、答え、どうぞ。岩手県。はい、正解。ありがとうございます。すごい。これはだいぶ楽やったんちゃいます。来てた来てた、もう分かってない。いや、もうだいぶ絞り込まれた。なるほど。だいぶ絞り込まれてたんで。青森の形と岩手の形が分かれば分かってたよな。あ、まあでもまあまあ、いつも正解。もうここからバシバシいくよ。はい、さあ、それでは。使えないんでね。サードチャレンジの、第2問は、銀南さんからの第2問。英語の問題です。図書館は英語でライブラリー。博物館はミュージアム。では、水族館は英語で何と言うでしょうか。ええ問題やな。ライブラリー、ミュージアム、水族館。うん、水族館です。図書館でライブラリー、博物館はミュージアム。さあ、水族館は、今なんか出てますか。出てません。ヒントありますか。ヒントいくで、アクアほにゃらら。さあ行きましょう。アクアほにゃらら。いいんですか、そんなとこまで言って。はい、どうぞ、それでは行きましょう。どうぞ。アクアミュージアム。残念。分かったからコメントすな、お前。そこまでいただいていいんですか。私いただきます。アクアミュージアム。ペン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 。アクアタイムズ？アクアタイムズ。アクアタイムズってなんか、100万回の愛してるなんかよりもの。アーティストのグループ名じゃないですか。違いますよ。アクアリ？アクアリ？アクアリウム。はい。そうです。出てこなかったですね。はい、出てこなかったということでございます。さあ、先ほどのプロセッサーの意味でございますが、はい、処理装置という、プロセス、処理するということの、プロセスチーズっていうの。チーズ？チーズ？チーズ？あ、プロセスチーズとかのプロセス。え、プロセスチーズで合ってるんですか？チームじゃなくて。はい、プロセスチーズ。チー塗ってないの？何言ってるか分からん。何言ってるか分からん。正常な判断が